肯定液、肯定液、肯定液、学名、通称 FMD とは、家畜伝染病の一つ。クジラ玉、ヒズメメ、豚、牛、水牛、ヤギ、羊、鹿、イノシシ、カモシカなどヒズメが偶数に割れている動物及びハリネズミ、ゾウなどが感染する肯定液ウイルスによる感染症。日本では、家畜伝染病予防法において、 法定伝染病に指定されており、対象動物は、家畜伝染病予防法により牛、綿用、ヤギ、豚が指定されているほか、家畜伝染病予防法2条、同志高齢で水牛、鹿、イノシシが追加指定されている、家畜伝染病予防法施行例1条、国際獣役事務局、リスト疾病に指定されている。この病気は、高い伝播性、 罹患した動物の生産性の低下、幼稚での高い致死率という特徴を持つ。感染が確認された場合、他の家畜への感染拡大を防ぐため、罹患した観畜は発見され、死大殺処分される。また、他地域の家畜への電波を防ぐため、地域、国単位で家畜の移動制限がかけられることから、広い範囲で、畜産物の輸出ができなくなる。これらによる、 経済的被害が甚大なものとなるため、畜産関係者から非常に恐れられている病気である。日本国内で感染の疑われる家畜が発見された場合は、各地の家畜保健衛生所が通報を受け、家畜の診断にあたる。アジア、中東、アフリカ、南米地域を中心に、毎年世界各地で発生している。日本では2000年3月12日、約92年ぶりに、 宮崎県宮崎市で大型の皇帝液の発生が見られた。また2010年4月20日に宮崎県古湯郡で大型の感染が確認された2010年日本における皇帝液の流行。世界各国での発生状況については OIE のデータベースを参照のこと。日本国内で皇帝液が発生した場合、対応は家畜伝染病予防法及び 農林水産省の定める工程液に関する特定家畜伝染病防疫指針、防疫指針に従って行われる。家畜伝染病予防法は第1号法定自宅事務にあたり、国の適正な処理確保がされた状態で都道府県に委託されている、詳しくは地方文献一括法を参照。また、同法では農水大臣が県知事同様に 殺処分等を命ずることができるなどの措置も担保している。ピコルナウイルスかアフトウイルス属の肯定疫ウイルス FMDV によって発生する。ただ単にアフトウイルスといえば肯定疫ウイルスを指す。アメリカ合衆国ではフーフスマウスリジーズとも呼ばれることがある。ラブドウイルスかベシクロウイルス属の水放生口炎ウイルス V SV による水放生口炎も、皇帝液に酷似した症状を示し、牛球心性口炎とともに、類症鑑別が必要とされる。1898年、ドイツの医学者、フリードリヒレフラート・ポール・フロッシュにより病原体が突き止められ、最近より小さいことが確かめられた。これが、初めて確認された、露化性病原体イコール細胞内寄生体の一つで、 公定液ウイルスは大きく分けて O 型、A 型、C 型、サットマイナス1型、サットマイナス2型、サットマイナス3型、アジアマイナス1型の7タイプに分類される。そして各タイプはさらに複数のサブタイプに分けられる。病理的にはウイルス血症を起こし、外見的には発熱、元気消失、多量のよだれなどが見られ、舌や口中。 傷めの付け根などの皮膚の柔らかい部位に水泡が形成され、それが破裂して傷口になる。口蹄液という病名はこれに由来する。ただし、水泡が形成されないケースも報告されている。基本的には、口蹄液には他のウイルス感染症と同じように、不健性感染が、あ、症状が全くなくても感染区域に至うし、豚は感染症の媒介者になりうる。 水泡が破裂した際の傷の痛み、細菌によるその後の二次感染も含むで接触や歩行が阻害され体力を消耗する。養畜の場合、致死率が50%に達する場合もあるが、成畜では数である。しかし上の症状に伴い入手量や産肉量が減少するため、畜産業に対しては大きな打撃となる。 突然40摂ッ41度の発熱、元気消失に陥ると同時に、多量のよだれが見られ、口、ひずめ、乳頭等に水泡、水膨れを形成し、足を引きずる症状が見られる。皇帝液の疑似管区の一例目に対応した獣医師が宮崎県獣医師会を通じて、臨床症状等の詳細を報告している。ワクチン接種から約10日間経過した。で、 ひめに出血、汗用があるものの、鼻に水泡がないものが出てきた。ワクチン接種のための症状緩和か。ひめ病変は出ているものの、食欲があったりしている。当初と異なる。5月には、水泡なし、食欲不振が多かった。家畜の伝染病の中では最も伝染力の強い、疾病でもあり、典型的な水泡形成前からウイルスが排出される。 ウイルス血症を起こすことから、感染動物のすべて組織、分泌物、糞便が感染源となる。例えば、生液中にもウイルスが含まれるため、後輩やウイルス汚染された生液を使用すると、人工受精でも感染する。牛乳には、水泡形成の4日、程度前からウイルスが排出される。潜伏期間は、動物の種類によって異なり、牛は、約6日、羊は、 約9日、豚は約10日とされているが、実際には感染時ウイルス量と関係があり、多量であれば潜伏期間は短くなる。感染した1匹の豚は1日に4億個のウイルス粒子を撒き散らし、10粒子で牛を感染させることができる。野鳥、犬、猫、ネズミは、肯定液に感受性はなく感染しないが、ウイルスを運ぶ可能性があり、 移動制限を受ける。病原体が付着したゴミにより空気感染もする。治療も感染源となり、藁に付着した皇帝疫ウイルスは、夏では4週間、冬では9週間、ふすまでは20週間生存すると言われており、稲藁や麦藁に付着して入ってくる可能性も危惧されている。水泡が破裂した際に出たウイルスや、糞便中のウイルスが、ゴミと共に風に乗るなどして、 陸上では 65km、海上では 250km 以上移動することもある。いくつかの例があるが、実際に1967年から1968年のイギリスでの感染事例では、ドーバー海峡を越え、フランスから伝播した。また、1981年にデンマークからスウェーデンへと伝播している。ヨーロッパ以外では、1985年ヨルダンから、 イスラエルへの電波例も報告されている。アウトブレイクの引き金となる最も重大な感染ルートは肉製品によるものである。半数動物では水泡症状治癒後またはワクチン接種による免疫獲得後にもウイルスは食道や咽頭部位に長期間存在し排出が続く。従って免疫を獲得した半数動物も不健性感染状態、キャリアなり、 再び感染源となる例が報告される。水牛や牛ではウイルスを数年間排出し続け、ウイルスは遺伝的な変化を起こす。国際的には4週間以上排出が続く状態をキャリアと定義している。ただし、豚はキャリアにならないとされている。土殺動物では死後硬直が最大になる頃には、乳酸により組織中の pH は5.7程度まで。 低下し筋肉組織内のウイルスは減少する。pH の低下は動物によって、牛は低下が大きく豚は少ないあるいは大差がある。しかし、一般的には屠殺後には直ちに冷凍、または冷蔵されるため、pH 低下によるウイルスの減少は期待できず、死亡、骨髄だけでなく塩漬け乾燥調理を施したハム、ベーコンには不活化されていないウイルスが、 約180日後も残存することが報告されている。ウイルス学の立場から、抗低疫ウイルスは、濃厚接触がある場合、感染することがある。発熱や、高校内水泡症等が、主症状で輸液等で回復する。また科学的に実証される死亡例は報告されていない。人から人への感染例は確認されていない。感染した家畜の肉を食べて感染することはない。 加熱処理をしていない生乳を飲んで感染したとする、報告はあるが、生乳を飲むこと自体が稀であり、また仮に飲み、そして仮に感染したとしても症状が緩いことから、公衆衛生の問題としては扱われていない。イギリスの公衆衛生検査サービス、PHLS、現在は統合されて、英国健康保護局となっているのデビッド・ブラウンは、パスチャライゼーション。 低温持ち殺菌及び高温短時間殺菌ではこのウイルスを不活化できないだろうと述べている。ただし、パスチャライゼーションされたミルクから感染した例は報告されていない。稀に感染しても人での症状は家畜のそれと違い、穏やかである。潜伏期間は2から6日ほど。発熱、喉の痛みが起き、足、口内、舌に水泡ができる。 最後に水泡ができた日から約1週間で輸液等だけでほぼ回復する。人での持続感染は知られていない。きちんと治療すれば死亡した例も知られていない。40例以上の人の感染例から見つかったウイルスの方は O 型が一番多く、次に C 型が多い。A 型は稀であった。感染による症状自体は問題とはならないものの人が ウイルスの保有者、無症候性キャリアとなり、他の動物への感染源となる可能性があるため、感染源との接触は極力避けなければならない。例えば皇帝駅流行国から来た旅行者が、アメリカ合衆国へ入国する場合などに、空港で過去2週間以内に家畜に触れたことがあるか、家畜の農場にいたことがあるか、等と,と聞かれることがある。なお、 ウイルスは単に確定されていなくても、抗体検査は信用性がある。また、1880年代には、抗体液の抗体検査は確立していた。農水省は、抗体液の報道発表文の冒頭に毎回、抗体液は、牛、豚等の玉ひずめ類の動物の病気であり、人に感染することはありません。という文をつけている。日本では、貿易指針に基づき、 遺伝子検査による診断を行う。具体的には、農家や獣医師などが、水泡などの症状によって、疑いを持つと、各地方にある、家畜保健衛生所に通報する。家畜保健衛生所は2時間以内に立ち入り検査し、同時に、複数の個体から、血液、水泡上皮、水泡上皮は2センチメートル角、または、合計1グラム以上、水泡液等の資料を採取する。 幼獣等の死亡検体からは、心筋、リンパ節、内臓を飼料として採集することもある。抗体液の疑いがある場合には、水泡上皮などの飼料は、pH7.2 から7.6に厳密に調整された保存液に入れ、容器の破損、内容物の腐敗、病原体の拡散を防ぐため厳重に梱包し、凍結させないように冷蔵保存して、動物衛生研究所、 同栄県に運搬する。血液や体液も冷蔵保存で運搬する。検査は同栄県海外病研究施設、小平市において24時間体制で行われ、約6時間で判定可能な RTPCR 法で遺伝子診断を行う。遺伝子診断全過程には、約半日、輸送や行政手続きも含む。ウイルス分離には2から7日かかる。行政となれば、 疑い例となる。この時、血清型、O 型が多いが、7種類以上あるさらに OIE の、皇定疫国際確定診断センターである英国のパーブライト研究所に例を送付する。2010年の例では、感染拡大に伴い診断の迅速化が求められ、6月9日の宮古の城第一例、280例から、脳水症動物衛生課の獣医師による、 写真判定で診断をしている。類似症状を呈する感染症は複数あり、確定診断のためには鑑別診断を行う必要がある。類似症状のウイルス感染は、豚では豚糖、豚水泡病、水泡性口炎、水疱疹などがあり、牛では、腫フ不乱、牛伝染性鼻機関炎、牛ウイルス性下痢、ブルータングとの鑑別が必要とされる。 ただし、水泡病、水泡性口炎は、日本国内での発生例は報告されていないが、臨床症状だけでは、肯定液と区別することはできず、エライザ法や培養により判定する必要がある。致命的な病気ではないが、本疾病に対して治療が選択されることは、基本的にない。前期の通り玉ひずめ類が感染する。 伝染病の中でも最も伝染力が強い部類に入り、蔓延すれば、畜産業界に経済的な大打撃を与えかねない疾病でもあるため、完畜として確認され、次第、家畜伝染病予防法に基づき、完畜のみならず同じ畜舎に飼われる家畜も、すべて速やかに殺処分さる。殺処分は、狂犬病のような第十七条第1項による、 都道府県知事の権限ではなく、第16条第1項に基づく、家畜保険衛生所の家畜貿易員の指示により、監築と確認され次第、直ちに行われる。この指示書も、第17条第1項に基づく、殺処分命令上ではなく、第16条に基づく、屠殺指示書という形式で発せられる、命令の内容及び効力に事実は出しはない。 対策の基本は、検疫、早期発見と殺処分、半径 10km の移動制限区域、半径 20km の搬出制限区域である。2010年日本の例では、2カ所の感染中心地に、対し、畜産関係車両消毒ポイント、検問所を24時間33カ所と、日中、旧内市15時間9カ所を設定している。防疫指針が、 貿易船半径を原則 20km としてるのは制限は緩いのではないかという意見もある。2010年の例では約 80km 離れたエビの死を除き感染は貿易船内であったが衣服等への付着を通じてウイルスが拡散する可能性もあるため2010年5月17日農水省のガイドラインでは獣医師に対する指導、依頼事項として都市 貿易作業員に対しても同様な規制を定めている。大阪府立大准教授、獣医学の古本宮美香織は、公定駅マニュアル、貿易指針は、基上の空論だったとして改定すべきだという。迅速な判定、殺処分、広域の徹底した消毒と検問。8月7日に、総家地区保健衛生所管内で、疑い例発生。翌日午前中に、 売却予定地と貿易従事者を確保。PCR 結果判明2時間前に、緊急消毒ポイント候補地と、制限区域内農場のリストアップが終了した。結局陰性。2011年1月に、鹿児島県は、2010年の宮崎県における流行を、踏まえ、初動貿易に重点を置いた現場で役立つ詳細な、マニュアル、228ページ。 概要と参考資料を含むを作成した。特徴は、前頭分の埋却値を設定しているなどである。日本国外では、感染農家だけではなく、周囲家地区の処分、道路での広範囲の消毒、監視体制の強化による、早期発見、軍隊の早期動員、ワクチン接種などの組み合わせが効果があるとされている。2007年には、農家の通報が午前6時に直接、 環境、食料、農村地域省に入り、その段階で、英国内全ての牛の移動停止、検査完了が12時、殺処分完了が夜8時と、発生その日のうちに全て完了した。皇帝疫ワクチン、英国メリアル社製アフトパーは存在するが、基本的に使用しない、異なる見解あり、その理由はなどである。 相当程度流行した場合は考慮と議論の対象になり、法整備がされる備蓄、大型70万ドーズ、35万頭分があるので、利用可能である2010年日本の例では、5月22日から 10km 制限区域内に、殺処分前提の全頭接種が始まった。外国では、成功例、2000年のオランダなどと失敗例、アルゼンチンなどの両方がある。 特にオランダの場合、英国で700万頭の被害が出る流行の飛び火を抑え込んだので印象的である。利点は、処分が間に合っていない対策として時間稼ぎできる点とされる。特に豚からのウイルス拡散量が格段に減少するとされる。しかし、地域限定での全盗撮処分は制圧の切り札のように見えるが、農家からの拒否反応があることや、財産権や、 家畜伝染病予防法など法律上いろいろ困難があり農家や地域に与える有形無形の打撃など未経験分野でありその対応が困難であった国の経済援助で解決また処分等数があまりにも多くなるため2010年の日本の例では5月中旬の 10km 圏では15万棟程度。人員資材機材敷地の確保や それらの衛生確保も難しい。さらに実行した場合に、ウイルスがすでに広範囲、高濃度で、拡散済みであるので、制圧できるか疑わしいところがある。農水省が発表した情報を同衛研がまとめた、日本の公定液情報の中で、公定液貿易に使う消毒薬の作り方として4、4%炭酸ソーダ、炭酸ナトリウム、ネイコ液を挙げ、 ホルマリン及び他の消毒剤と混ぜないこと、容器は金属製、ポリエチレン製いずれでも構わないことが付記されている。また、海外悪性伝染病防疫容量に記載されている、その他の消毒薬として、2%化成ソーダ、水酸化ナトリウム、2%化成カリ、酵、水酸化カリウム、10%ホルマリンを挙げている。市販消毒薬で、ウイルスに対する、 明らかな効果が認められたものは、下記の通り、濃度は外部リンク先参照。2001年にイギリスで約2000件の感染が確認されることになり2001年総選挙の1ヶ月延期などの影響が出た。翌2002年に調査報告が出て政府の危機管理が問われた。その中では移動禁止の3日の遅れとワクチン接種の遅れなどから感染が広範囲に広がり、 毎日50件の感染が報告されるまでに拡大した。感染家畜は殺傷されるだけでなく、感染を防ぐためには焼却処理が施されなければ、ならなく、これほど大規模な家畜の死体の焼却場への輸送などは役所の手に余った。最後には、軍が出動して、感染発生地点により、半径3キロ以内の全家畜をその場で殺傷、焼却。 土葬処分する処置が取られ、週に8万から93、00、等の家畜が処理され、その焼き焦げた死体が積み上げられたが、テレビに放映された。殺傷された家畜の総数は1100万頭。被害総額は、畜産業だけでなく、検問などで交通が制限されたために観光業にも、及び8ビリオンポンド。当時の為替レート、1、175で、 日本円に換算すると1兆4000億円ほどの経済被害を生じた。1967年の教訓は生かされなかったが、2007年に生かされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。